はい、それでは三国志大戦後付け実況やっていきましょう。こちらは投手損攻デッキ、相手は女性主教国理孫作4枚デッキですね。女性が効果時間短縮、国理が、ダメージ減少だったから2入ったに対して、こちらのデッキは孫攻が効果時間延長範囲拡大、ライドウがダメージ上昇、馬将が武力上昇値上昇と兵力回復上昇と、しまって撤退。これ馬将か主教、投手かどっちか持ってかれそうというところで、相手は投手を倒すことを選択。馬将は速度上昇勝機も相まってギリギリのところで帰れましたね。これは無実だ。男の意地の効果時間が切れて主教が撤退。相手残り2部隊なので、塗りこっちが左右を塗っていけば内乱取れると思い、孫攻は左へ、ライドウは右に。ここで相手の女性、女性が復活し、ライドウと女性なんで、こちらライドウは勝てないので、ちょっとでも時間を稼ぐために移動したりっていうところを繰り返して、この際ブロックする際にマスを塗った瞬間に逆側に移動することで、ここ、今最後にライドウが塗った2マスはこちらの制圧範囲で守りきれるかなという形になりそうです。ここで相手の死んだりの飛車に対して男の意地で返し、国理は武力で撤退させようという感じでしょうか。孫作が張り付いてきたのに対して、闘志と馬将で、ローテは突撃しつつ、国理を撃破。この際に主教の弓で走射して孫作を撃破と。すぐ戻るぜ。四季五と四季四の交換になったので、これは美味しいかなという感じ。俺は無実だ。
これでお互いに使った式が5454ずつで魅力の枚数も同じなので式は同じですね。ただこちらは2色デッキなのでこの後式あふれが心配になりそう。相手は牙がいないので、馬将が敵の制圧マスを塗り替えていく形で、孫皇と闘志も塗りに参加して制圧有利を作りましたが、ただこのままだと士気が溢れてしまうので主挙の復活に合わせて直後の援護号令を打ちたいというところでしょうか。で、ここで直後の連合号令。僕らが協力すれば怖いものなしです。効果時間が残り22カウントを切ってるんで永続ですね。知力消費が 21.5 カウントなので相手の女性の先行者の号令。遅い。でここですが、できれば男の意地や侵害の飛車を叩かれる前にちょっとでも削りを入れておきたいですね。ライドの落雷で落とせれば理想的ですね。ここで相手は男の意地、これ前のライドだったら落とせないかなというところなんですが、今回落雷にダメージ上昇が入りましたので知力6といえどこの兵力は落とせますね。ライドの落雷落ちましたね。まあ結構これはもう有名なのですが、ダメージ系列が入った際に落ちるかどうか確認するのは相手の知力表示が残っていれば落ちない、知力表示が消えていれば落ちているということになります。で相手は再起の方で、ここなんですが、主家が復活正気なのでそのまんまもう上がってこれますね。でこちら舞台撤退していないんですが、砲玉の即軍目的での再起の方になりますね。もう再起渋ってしまって内乱プラス工場が入ってしまうと逆転され、特利の工場が入ってしまうと逆転されそうだったので、それを防ぐために即軍として使いました。相手はしんなりの飛車。これ内乱プラス国利の一発でギリギリ逆転されるかなっていう感じがしたんで、馬将が城を殴りに行ってますね。内乱止めつつ、橋工場一発叩ければ理想という感じだったんですが、相手の主挙が走ってきてるのでこれちょっと内乱は止められなさそう。ただ、国利孫策の工場は、止めきれて、左側はライドを撤退さすだけのカウントもなく、国利が撤退、孫策が撤退でギリギリのところで守りきることができましたという感じで以上になります。次は相手の視点見ていきましょうか。相手視点の時は、実況後付け実況なしでいこうと思います。それでは、ここまで見ていただきありがとうございます。
怖いものなしです。くまるわけにはすぐ戻るぜ。なんてなんだ。俺の怒りをその身で受けろ。俺は無実だ。無事か大将。燃えるぜ。潮出しかな。俺は無実だ。よう見るな。大将の世話を忘れ。止まりやがれ。俺の怒りをその身で受けろ。どりゃあおいしたか。くたまるわけには。どりゃあすぐ戻るぜ。俺は無実だ。無事か大将。燃えるぜ。僕らが協力すれば怖いものなしです。遅い。どりゃどりゃ。俺の怒りをこの身で受けろ。俺は無実だ。オール解放。決して曲げんぞ。行くぜ。どりゃ行くぜ。
対象の世話を忘れ、止まりやがれ。すぐ戻るぜ。なんてことだ。